山の生活はのんびりとしていて自由だ。そうだろう、エンヘイ。いいな、我は。ということは、いかにも。そうして、それから、麓の民から見ればこの世はあまりに広すぎるのかもな。ええ、ただ。ということは、君は初めて中原で生まれた子ゆえ、よそから来た我々よりこの地に馴染み深いのだろう。高みで生きることに慣れた私たちが空から見れば、城も人も塵にしか見えぬ。だが俗世間に身を置いて初めて死にかかれた光景を肌で感じることができる。お前はいずれ山を降りるだろう。ふん。ああ、わかっているよ。うん。誰かと思えば、遠兵か。ふん。ああ。現状から察するに、一族の骨を拾う役目は君が負うことになるだろう。
いずれは君も行くことになる。感謝する。ふん。山頂も麓も同じ天地にあるゆえ違いはない。そよ風に当たり昼寝をするのもまた一興。我の予想通り、すべては無駄な努力に過ぎぬ。構わぬ。ああ、何のために。何時らの見識を検証すべく、あるいは同族を助けるべく、それともただ欲望に抗えぬだけか。生きて成人、死して不骨。
オンダーチップくれよ。レッドチップを1枚。骨が見えすく。ん、オッケー。座れ。ヘイヘイヘイ、どこのあんた。もう一回やるか。争いは望まぬ。プラン A。 争いは望まぬ。プラン B。 青河原の築造、突如の変動。ラストパーティー。骨が見えすく。音を。ではでは、二名のラッキーゲストをご紹介。あしからず。Ladies and gentlemen、 これからお見せするショーは種も仕掛けもございません。それでは。骨が見えすく。ではでは、2名のラッキーゲストをご招待。了解。座れ。 Ladies and gentlemen、 これからお見せするショーは種も仕掛けもございません。それでは。勝てど焦らずおごらず。確かに経験豊富な大人。
メラ、オッケー。よし、狩りの始まりだ。音をたどる。もう一個いかが。みんなそれぞれの周辺だ。失礼。待て。はい、こんにちは。こんなのならぬ。オッケー。走った方がいい。音をたどる。もう一本いかが。プラン B。誰？早く終わらせましょう。チューチュー。みんなかかれ。見つけた。争いは望まぬ。プランへ。青河原の築造、突如の変動。3、2、1、ダウン。こんなの、こんなの、あやとりしましょう。みんな、かかれ。
が見えすく。今年のプランしよう。くれよ、レッドチップを1枚。音をたどり始まるよ、猟犬たち。プラン A、 あしからず。どんなに凄腕の怪盗だってタイミングを逃したら終わり。3、2、1、ダウン。シルクサンダオネガミネスク。オッケー、チューチュー。失礼、待て。ヘイヘイヘイ、どこのあんた。一緒に踊ろうぜ。ご心配なく、準備は整いました。いつでも行けます。始まるよ、猟犬たち。音を了解。どんなに凄腕の怪盗だってタイミングを逃したら終わり。ヘイヘイ、どこのあんた。一緒に踊ろうぜ。はい、こんにちは。気にする。プラン B、プランへ。チューチュー。もう一回やるかい。始まるよ、猟犬たち。どんなに凄腕の怪盗だってタイミングを逃したら終わり。予定時刻まであと5秒。2、1、ダウン。始まるよ、
猟犬たち、どんなに凄腕の怪盗だってタイミングを逃したら終わり。勝てど焦らずおごらず。